八千代橋は、新潟県新潟市中央区の信濃川に架かる、新潟市道新潟トリ屋の線の桁橋。新潟市中央区川端町と、同市幸い西を結ぶ、橋町307.4メートルの重軽管かつ荷重、合成工及び、プレストレストコンクリート床板単純桁橋である。車道は片側1車線の計2車線で、車道両端に自転車歩行車道を備える。 橋梁両端部は引き続き森支部を経由しており、西詰めの一警間で、新潟市道川岸町市も大川前、通線、東詰めの一警間で、新潟市道、品野川右岸線をそれぞれオーバーパスして両めの交差点に至る。自歩道西詰め側の森支部には、歩道が設置されておらず、平面部へは直通できない。一方の東詰め側は、車道と、 平行して平面部へ直通している。橋梁両端部には、左岸線及び右岸線の地歩道との接続部に、スロープ付きの階段が、加えて、下流側にはエレベーターが設置されており、品濃川両岸の安らぎ包みへのアクセスも可能である。また下流側地歩道の東詰め側は、NST2E 型総合テレビ本社2階に仮設された、ペデストリアンデッキとも連絡しており、 同フロアのイベントスペース、夢テラスへのアクセスも可能で、下流側東詰めのエレベーターは、夢テラス内に設置されている。市の中心部を経由する市道の道路橋で、新潟市立南万代小学校等がある、右岸側の東詰めは、新潟市道東高線等に、旧市街とマンションが立ち並ぶ左岸側の西詰め和家事工事等に、それぞれ接続する。道路橋梁としては、 信濃川の川口より数えて3番目で、上流側には昭和大橋が、下流側にはバンダイ橋がそれぞれかかっている。八千代橋は昭和時代初期に計画された都市計画道路、新潟鳥屋の線の一部として、1964年の第19回国民体育大会の開催に備え、新潟市内の道路を整備するため、また、 増加する万代橋と昭和大橋の交通量に、緩和のため両橋の中間に新橋を建設することが計画され、新潟市によって1961年5月に着工した。共鳴は公募され、1961年7月15日に八千代橋に決定された。八千代橋は着工翌年の1962年12月1日に開通した。 しかし1964年の新潟地震で橋脚が傾き取り付け部が陥没するなど自動車の通行が不可能な状況に陥った。昭和大橋は橋桁が落下したが八千代橋は免れている。新潟地震からの復旧の際に歩道が転化された。1989年には老朽化対策を兼ねて新潟市政100周年を記念して景観改修が行われた。 高覧のデザインパネルに、新潟を代表する柳、チューリップ、花火を採用し、歩道の舗装にベージュのカラーブロック舗装が採用されるなどした。現在、新潟駅周辺で進められている在来線の高架化工事ではに伴い、現在、越後線で分断されていた新潟トリア線の南側区間との総合間が2020年3月19日に直通化された。 ありがとうございます。